最初調子に乗って富豪生活をし、日が経つにして大貧民になっていく最高の人となった神回でした。いや、クラッチャゲ生活1週間ね、楽しかったです。まあ結構ね、面白い動画ができたかなといった部分で、まあ新規向けっていうかは既存のファンの方に対してのまあ面白い動画だよねっていうところで、まあ企画が面白いからそれを やったんだけど、いかがでしたでしょうか。またね、変わらぬ、普段のねクラロー動画始まります。へいよー、ケンツメッシーです。おい、20勝チャレンジ来ましたね。おい、みんながみんなすぐ20勝できると思うなよ。おい、な、19勝だよ。俺はな、面構えが違えんだよな。うんっていうツイートしたんですけども、20勝チャレンジ現在まだクリアしておりません。2コンであるんですけど、みんなね、マジで気をつけた方がいいよ。ね、YouTube とかに20勝チャレンジおすすめデッキとかいろいろあるじゃん。みんなね、安心せ。俺もマジすぐクリアできないから、見てこれ。今までの20勝チャレンジ、俺、一発でクリアしたことゼロ。1回目は、めちゃめちゃかかった。2日半ぐらいかかったわ。30勝クリアした。で、2回目が、人気でクリアして、これはでも1周目負けて2周目でクリアしたけど、一発クリアできなかったよね。で、今やってるのが、これですね、0勝はこれもなんか0勝いっぱいしちゃってからリセマラして、14、19、17。うっホクホクしてるような、結構。みんな、大事なのは数回すこと。マジでこれだけ。デッキを紹介する。これ、ペッカ。ゴールの絵しかおらん。ペッカゴールの絵がもおすすめ。これ5でも OK。ここゴーストでも OK。けどこれが結構良さげだから、これ使った。あとね、これに対して唯一強いデッキがこのホグライトニング。だからこのペッカラムかホグライトニングとかそこら辺を使うとおすすめですね。マジでここら辺、うん、なんかゴブナイの新鋭体力とかでもいいけど、とりあえずね、みんな勝ちたいやつはゴブナイのペッカラム、うん、握ってた方がいいね。うん、ちょウルフが今ワシャワシャしてるけど、ちょっと音入っちゃうかもしれないけど、ちょっとこのね、ニコンである12勝1敗のやつをちょっと3勝いくから、ちょっとみんな見つけてみ。マジ頑張るわ。いや、これ15勝1敗まで持っていけたら熱いな。いや、マジ20勝チャレンジ、みんなさ、20勝しました、おすすめデッキこちらみたいな動画上げてるときにやっべってなって、俺まあたまにはこういう動画を持つ19勝のサムネで分からせに来たわ。メガナイトウォールブレイカーか。いや、ゴブドリかこれ。ちょっと待って、ちょっとあんまマジで喋るとぶっ飛ばされる。ゴブドリっぽいな。ゴール内でひょほーってしますか。これひょほーして、まあこれ出すか。ボム、テスラでした。お、これはズンズンズン、これがいいよね、強いよね、ボンバー。いやー、ちょっと待てよ、これ許容するし。ウルフの音がえぎ。よいしょ、頼む。痛い。よしよしよし、まあ。さあ。ごめんね、シャギシャギってのウルフがトイレあれしてるやつです、ことです。もう、珍しく近くで配信、撮影してるからさ。はしゃいでるわ。ちょっと待てよ。ドリルはちょっと話違くない？苦しそうなんだけど。ゴブリン、ペッカからいきます。ペッカからいってあげて、さあ走れ。まあ、いった。ちょっと待って、やだ、負けたくない。キングギドの音してんな、これな、顔してんな。え、どうすんのこれ。無理じゃない、だって。ああ、ちょっと待ってなんですけど、まあ、え、ちょっと待って、これどうする。え、マジで負けるんですけど、普通にやってどうやって勝つんこんな。ケツペイめっちゃ来てくれる。ウルフ、ちょっとだけ静かにして。ウルフ、よし。食べ。いやー、ゴブリンだよなー、マジで。
いやー腹立つ。いやー分かった。いけ、しばけしばけ、お、あるあるある、しばけ、うわでっか、うわでっか。おい、こういうもんだよ20勝チャレンジっていうのはよ。あんまサクッとクリアしすぎてもさ味気ねえからよ。しかもこれ今回クリアした人同じアカウントで2回目できないっぽいから、強い人がどんどん抜けていくシステムなんだって。まあ、それはもう、いやー待って、20勝過ぎまで出られませんって部屋にいるわ。いやそうだよな、まだいるよ、俺もいるよ、よろしく。いやちょっと日生って名前からしてペッカラムっぽいよな。いやーぽいわ。ちょっと待ってよ、今のドリルマジで拾ったわ、ガチで心臓悪い。雪玉打つとうまく受けれるわけでもない。あーペッカラムだな、ライトニングかなこれ多分。いやーこれはエレキがベビードラの攻撃も当たっちゃうけどしゃーなし。どうしようかな。マジでゴルナイがめちゃめちゃ多いイメージがある環境で。ポイズンかな、ポイズン打ちましょう。ポイズン打ってあげて、いや待って俺何してんの、いや最悪、いやもうもったいな、ロリババ見ちゃった今。いやペッカ出して、うん、いやラムを、ラム来るかな、とりあえずこうかな。いやーライトニングあるもんな。ロリババはまだ来ないでしょ、ダックリで延命。さあはい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 、まあ、逆サイゴルナに出しとくか。でペッカをまあこっち出しとくか。これは走らせましょう。ちょっとダメージ稼ぎつつこうかな。これは勇気。さあ、マザネク。さあ、いやー難しい。ラムにはラムで返したい。こうかな。はいはいはい。これはどうなんだろう、良くないか、あまり良くなさそう。いやー結果雪玉、はいはいはい、
スタ動画、これやばそうだよな。渋そう。いや待って、あるどころの騒ぎじゃねえ。なんなら、よし、暑い暑いおい、ペッカラムなんだって。あんま上手くなくても勝てっからよ、ペッカラム。デッキパート、あらららら、14勝1敗はこれ熱いぞ。ちょ、マジでデッキパワークソ大事だから、20チャレマジで俺を信じた方がいいぞ。俺マジ20チャレ大嫌いだからな。だね、とりあえずね、初手ゴルナインめっちゃ優秀なんよね。こいつ合わせとけば OK みたいなのがあるかな。いやー、OK じゃねえな、これな。まあ、ダックプリ出しといて。いやー、なるほど。新エタルフか。新エタルフは、ビキツだけど勝てなくはない。あ、それは やってるくない？え、それはさ、きつくね？マジか。それはやってるわ。これでもさ、めちゃめちゃいい受け説ない？あるね。あるわ、これ。走って。ゴルナイ頼む。好き。はい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 、しこたま殴って、ラムは出さずに行こう。そう、ラバ、この試練越えてこ、この試練越えてこ。よし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 、ダックプリで、はい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 、落ち着いていくよ。ラム抜けしたいな、これ。正直ラバだって組まれたらどの道だもんな。ラム抜けしちゃってメガごとファイボザップ、おいはいはいはい、あらはいはい、あらはい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 、縦線いる。まあケツペかなこれで。でですよ、どうする？みんなマザネク出してエレキこっちだと思うね。で、そうだよね。いやー、ちょっと待ってよ。そしてはいはいはい、真ん中ラバがやばい。それは大丈夫。はいはいはい。はいはいはい。いやー、ちょっと待ってよ。かな、に変えて、よっしゃ、走った。頼む。豚が一発でも入れば。し、あらららら。頼む。あっぶね。
危なくない？ちょっと待って。危ないよ、もうお母さんに言うもん。イヴァン、お前お母さんに言うからな。こんな俺怖い目に遭わせやがって。黙らすなよ、俺を。危な。ということで皆さん、煮込みの15勝いっぱいまで来ました。じゃあ、明日これ引き続き頑張るわ。ちゅうことで、このデッキがおすすめできるんで、ぜひ使ってみてください。ちなみに19勝いったやつは、これです。これで手ちぎました。で、スケキンは17勝とかかな。14とかだったかな。ペッカラムがめちゃめちゃ多い。ゴルナイのやつがめっちゃ多いんで、まあ、それは多分どの YouTuber も言ってると思うのでね。ぜひこれ使ってみてください。ということで、おつみしバイバイ、またねー。